綺麗、微妙なグラデーション、綺麗なこう息を吹きかけたような淡いグラデーションですよね。グラデーションを作って重ねていって、まるで水墨画のように川を並べていって、それをさらに着物にしようかなと思っています。普段商品として川を届けるときは川の端はカットしてしまうっていうふうにおっしゃってたんですね。その形が動物たちが住んでいるこう山の稜線にも見えるなっていうふうに思ったんです。こちらがエゾジカの、これがキョンの川ですか。そうです。白でもこんなに違うんですね。はい、この美しい白の皮にどういう色を施したらより美しさが増すんだろうというふうに考えた時に、墨、墨汁がこう和紙にじわっと浸透していくような美しいグラデーションを皮でやったらどんな風になるんだろうって思ったんですね。職人さんに相談したら、筆で色をつけるよりもスプレーでグラデーションを作っていった方がもっと綺麗にいくよっていう風にアドバイスいただいたので、もう手首を動かしながらすごく綺麗に、もうその手さばきにすごく感動して、もうちょっと濃くしてもいいぐらいです。すごくこのグラデーションの感じがちょっと違うだけで奥行き感が変わってくるので、それを画面上で何度かシミュレーションして。日本人の目には青みの黒の方が黒く見えるんです、ね、あ、そうなんですね。難しいのは、実際ここで見るのと蛍光灯で見るのとみんな変わっちゃうんですよ。これがどんな風に仕上がっていくか、日本人ならではの作品にしたいなと思ったんですね。着物というのも四角い細長い反物を余すことなく使い切るという日本人らしい発想のもとでパターンが作られているので、余すことなく革を使い切るというエシカル消費につながるような、私たちにしかできないそういう作品を今回は仕上げてみたいなというふうに思いました。